しなきゃって思ってること、思ってるとできなそうですね、うん、なんかね僕はねどっち、うん、あのこのモテるとか、うん、恋愛とかって、うん、って思ってる、みんなが欲しいもの、うんと彼女が欲しい、恋人が欲しい、そう20、30の結婚してない段階の時は、うん、いるものだと思ってたんですよ。いるものっていうと恋人が、あ、はい、うんと欲しいと思ってるって話し、いやもうそのぐらいになると、うん、同性の友人たちも、うん、パートナーができ始め、うん、みんながパートナーと一緒になるので、うん、もう誰も遊んでくれなくなるんですよ、うん、っていうのを感じませんでした。僕は感じないですけどね。あ、早くに結婚したから、はいはい、ですよね多分、うん、で僕はその結局同性同士って、うん、その長続きするかって、友達関係が、そう、まあ、何をもってじゃないですか。いやずっと一緒にいるのって同性は無理だと思いません？まあ、恋人のように日々一緒にいるのは無理な気はしますけどね、はい、そうですよね。無理っていうか、まあ、そこまでしたいとは思わないじゃないですか。はい隊長今日どこどこのカフェ行きましょうよで明日は名古屋城行きましょうって今年ですよね。うん、うん、って言いましたね今今年ですよね。まあその、まあ、頻度にはよりますよね。週3回ですよっていう恋人のようなのは、はい、ちょっともういいよってなるんですよね同性はそうなんですよ、はいはい、ただあの月に1回とかだったら全然いいわけじゃないですか。いいですか、まあ、わざわざ僕とカフェ行きます名古屋城行った後。いいですよあのわざわざ誘おうという気にはならないけど、誘われれば、誘ってください、僕誘ってくださいって言いますよ。誘われれば行きますですよなるほど、まあ、結局やっぱりその普通のノーマルタイプなので、ポケモンで言うと、うんうんうん、結局はなので異性がいなきゃになっていくので、うん、そのモテようとするのは当然だし、うん、っていうのは思うんですけど、はい、なのでどっちかというと僕はいなくなるとしなきゃになるんですね。あ、はい、いなきゃいけないみたいな、うんうんうん、でもできないっていう期間はあると思うんですよ、うん、ここはどうしてもやっぱりニーズとシーズと必要と需要と供給が違うので、はい、なのでこのしなきゃって思っ、あ、ガツガツしてるとできないっていうことですねって言われるのであれば、うん、あ、そういうなんていうんだろう、浅ましさが見えちゃうとそうかもしれませんね、まあ、と思います、はい、あのチャット GPT 君も言ってるんですね、うん、この自信を持つ、うん、自信があると魅力的に見えると、自分自身を愛し自分に自信を持ちポジティブな態度を取りましょうと、うん、っていうのはチャット GPT 君が、はい、エニアグラムタイプさんの言っているので、うん、はい、はい、っていうところで INFP さんいかがでしょうかと一回この一旦あの近くにいる人に、まあデートですよね、お茶行かないって、うん、まあ、そこもそう思えないって話ですかね。お茶行きたいと思えない、その理想が高いって話じゃないですか。そこに戻ると付き合うではなくてお茶ですよ、はい、お茶行かないって、うん、付き合おうとは言ってないです、かっこ、まあ、僕みたいなタイプはそれで好きになりますけど、はい、うん、INFP が恋愛するためにはどうすればいいか、 INFP が恋愛できないのはなぜなのかって考えた方がいいんじゃないですか。聞いてみましょうかはい、はい、恋愛できないとも限らないと思うんですけどね、恋愛できない INFP がなぜな恋愛できないのか。 INFP が恋愛できないのはなぜ、まあ、モテないみたいに言ってますけど、はい、決してモテないわけじゃないと思うんですよ。そう、あ、以下のようなものが考えられます。理想が高い INFP は自分自身や他人に対して理想を求める傾向があると、そのため現実と理想のギャップに苦しみ完璧主義に陥りがちですと、うん、恋愛においても理想的なパートナー像を持ちその理想に近い人を見つけられない場合には、うん、積極的になれないことがありますねって、うんうん、あとは感情に敏感であり深い感情を持つと、そのためあの時の悲しみをもう一回味わうって10年後に、いや今の芝は可愛いけど、はいはい、10年後にあの衝撃が来るかと、うんうんうん、3日間泣き続けるという、うん、だからこの人だったら確実じゃないとなかなか生きづらい
なるほど。みたいなとこですかね。なるほど。あとは、独立性の高さ。INFP は内面や創造性に熱心で、自分自身を独立していることを重視しますと。そのため、他人との依存関係や束縛に苦手意識を持つよと。恋愛においても自分自身を犠牲にして相手に合わせることを嫌がる傾向があると。ああ、なるほどね。僕は相手がやりたいことはもう、うん、いやそれなんて言うんだろう、初めての経験じゃないですか、はい、やりたくないと思ったことだったとしても、はいはいはい、だとするとやりたいが出てくるんです、うんうんうん、どんなに興味がないことでも。まあわかります。ああ、一回やってみようって、うんうんうん、一回やってみようの精神をもと、うん、はい、新たな出会いが待ってます、うん、で、あとはコミュニケーションの苦手意識、うん、INFP は自分自身の感情や思考を表現することが苦手な場合があると。そのため恋愛においても私はコミュニケーションが苦手だ、うんうん、って感じてしまい、うん、恋愛に積極的になれないことがあります、うん、でもまあこの、まあ、冒頭でね、はい、あのモテるにはってやったじゃないですか、うんうん、その時にも社交的に振る舞うってあったんですね、うんうん、要は社交的で友好的な態度を心がけ、人と接触する機会を増やしましょうって、うんうん、要は僕別に決して社交的な人間ではないんです。あ、本当に、はいはい、あのどちらかというと、まあ、内向的って言われるほどこともあることもある、はい、が要はこういうのって結構振る舞ってるだけっていうのってあるじゃないですか。でもその振る舞えないって話じゃないですか。振る舞うのが苦手。それは怠惰だよ。いやなんか苦手ってあるじゃないですか。ありますよ、うん、論理的に話せですね。そうか、はい、そういうのを、まあ、どう克服するかみたいなのが怠惰だよって言われても、あ、でもいや振る舞おうと思えば振る舞えますよ。論理的に話すのは苦手ですけど、うん、そう振る舞う、うん、ので要は恋愛意識が、いや恋愛できないな、うん、コミュニケーション苦手だな、うん、でもそのそういう自分がなんかこの人ちょっとでもいいなと思ったら、うん、そう振る舞う努力をしてみる。あ、それはそうだと思います。いう価値観、その価値はありますよね。やってみる、まあ慣れですからね。そう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 、多分やればできるようにはなっていくんじゃないかなと。もうチャット GPT すごいですねINFP さんいかがでしょうか。はい、めんどくさい人と言いつつも、結局でも一応ここにあの INFP が恋愛するにはどうすればいいんですかって聞かれたので、うん、めんどくさいなんて言うなと。コミュニケーションが苦手だとかそれは怠惰だ、うん、で、あのいつもの僕が出てきます。はい、はい